見たブログ。あ、コメントしました。やった。かわいい。今日は結構ちゃんと化粧した。今日はちょうど9時ぐらいから始めた。スポキンね、スポキン、ちょっと大惨事やったんですけど、まあお楽しみで。ほんまにスポキン大変なことになって、もう本当にスポキンね。なんかこれ競技ってまだ分からないですよね。競技って言ったらダメですよね、まだ多分出てないですよね。スポキン出んのって、そんなバカにしたような感じで言うな。スポキン出ますよ。あ、まだですか。じゃあ言わないです。言わないんですけど、その私はほんまに運動神経悪いんですよ。めちゃくちゃ運動神経悪いのに、なんか知らんけど、そのいや、めっちゃありがたいんですけど、めっちゃありがたいんですけど、なんか知らんけど、呼ばれてしま、呼んでいただいて。もう見たら分かりますって、めっちゃ失礼なんですけど、どうしよう、運動神経悪そうな顔とか言わないの。運動神経悪そうな顔って何ですか、ほんまに。運動部入ったことないん。ないです、ずっと吹奏楽部。呼ばれてしもたなんか言ってないです。呼んでいただいたんです。いや、でもまたやりたいなって思いました。めっちゃ楽しくて、そのやっぱ先輩方とスポーツできたのが本当に楽しかったです。吹奏楽部、あ、でもなんかちょっとだけ筋トレみたいなのをした記憶あるな。なんかストレッチ。走りはしませんでしたね。走れなかったねえ、怠け者。うん、怠け者、まあ怠け者やけど、まあ怠け者やから運動神経悪い。もうコトッチ、コトッチストレッチ。そう、夏のキャンプの時の縄跳びほんまに大変でした。でも私リズム感はあるんで、リズム感はあるんでちゃんと飛べてたと思いますよ。飛べはしました。持久力ないんですけど。変な動き、変なメンバー&スポーツ残念メンバーだけを集めた10期生。そんなことないやろね。全然そんなことないですよ。みんな可愛くてダンス上手くて素晴らしい人たちの集まりなんですけど。あれ、キャンプで走れてたから運動神経いいよ。まあ走れるのはそりゃ走れますよ。それ走れるのは走れます。縄跳び二重跳びとか大丈夫。え、今はできるかわからないんですけど、でも一応一回はできます。一回は一回で自慢すんなって感じ。一回はできますよ、二重跳び。私あや跳びめっちゃ得意やった。
回かよ、だってもう一回でもすごくない？違います？すいません。え、またやってみます。またやってみるからちょっと伝えますね。 50m 走聞かない方がいいと思います、そういうことは。聞かない方がいいと思いますよ。だって運動神経悪いって言ってる人に 50m 走聞かないでくださいよ。もう予想できてるでしょ。そうですよね、大縄はちゃんと飛べてましたでしょ、飛べてましたでしょ。え、ハンドボール投げ私全然飛ばないんですよね。なんか何やっけ、失格、失格じゃないわ、全なんか飛ばなすぎて、あのなんかハンドボール投げであの線あるじゃないですか、なんかここまでやったらここから測れますみたいな、なんていうの、ここまで飛ばないと測れません、あ、そう、計測不能みたいな計測不能みたいなになったことはいっぱいありますよ。小学生の頃で先生にいっぱいやらしてもらいました。幅跳びで砂場に届かない感じかな、それはないよ。砂場に届かはやばくないですか。え、だってあれですよね、砂場のさ枠から飛ぶじゃないですか、それはさすがにないですよ。え、でも全然飛べんかった、私クラスで一番飛べんかったぐらい。え、だいたいね、私はまあそういうあの体力測定系はあのクラスであの下の方、なんでも握力は9ぐらいですか。え、握力どれくらい、でも一桁やった気しんこともない。そんなことないよ、10何歩あったよ。え、逆上がりできるわけないじゃないですか。逆上がりできたことあるっけ、多分ないと思います。てかあんま小さい頃からあんま外で遊ぶような人じゃないんでしょうがないよね。高跳び、高跳びなんかしたことないよ。高跳びなんかしたことないですよ私。危ない危ない危ないですよ。あ、体育でダンスありました。え、何音踊ったっけ、なんか韓国アイドルのなんかやつ踊りました。え、運動ポンコツ、そうです、逆上がりできないですよそんな。え、スキップ、スキップ前あのできるかなって言って、あの誰やっけな、あそこにあったの、ともちゃんとちひるんがおって、で、え、なんでそのスキップができるかできひんかみたいな話になったかわからないんですけど、でもなんかスキップしたらみんなにおかしいって言われました。いや自分ではできてると思ってるんですけど、いやさすがにスキップはできえ、自転車乗れるし。自転車はさすがに乗れますよ、毎日安全運転でね。球技のルール知ってるのある？ありますよそら。いやできなくてもルールは分かりますよ、できなくてもルールは分かりますよ、気持ちはできるんで、気持ちはできる気持ちで言ってるんで。何それ。ふーたんは可愛いだけでいい、うん、すごいいいことを言いました。腕に何かついてる、あ、これあんまり映さない方がいいですかね、ちょっとキャラクターなんでやめときます。あ、前転はできますよ、前転と後転はできます。
全然できて、めっちゃできますチヒルンのスキップチヒルンスキップできないんですか。そう、ウサギの擬人化フータン。そう、フータンは音楽専門やから、運動のこと聞かないでください。聞くならまあ野球ぐらいできないけど、できんけど見てるんで一応お話はできます。え、ですよね。好転できるのはすごいですよね好転できるのね。そう、歌担当やから。っていうか、ちょっと皆さんに見せたいなったんですけど、見せていいですか。見せたい。あのね、我が家にあの青柳さんメジャー行ったんですか。すご、知らんかった。え、あのですね、あの我が家にまたあの素晴らしいものがやってまいりました。素晴らしいもの逆に見せないってことある。え、じゃあ見せなくていいんですか。皆さん見せなくていいんですね。じゃあ見せてほしいでしょなんやねん見たいでしょ。ほらもう、え、あのほんまにこれは皆さんのまたおかげなんですけど、せーの、ダーンまたもらった。くまちゃん、くまちゃんね、2体目見てください。可愛くないですか。2体も我が家におるんですよ。クマめっちゃ可愛いクマちゃん2匹目、めっちゃ嬉しい。なんかもらったんですけど、これ何でもらったか全く分かってなくて、買ってないですよえ、真ん中にいるのが一番可愛い。うん。そう、クマ何体やっても可愛いから。え、あとあのまたねスケッチブックももらったんですよ。見てください、また新品のやついただきましたフータンはどれかな。やばい、フータンはこれかなえ、ちょっと待って、どっちが新しい子か分からんくなってもた。なんか顔一緒やしな。え、ほんまにこれどっちか分からんくなっちゃいました、これ。え？毛並み？なんかどっちも一緒なんですけど。愛があればね。なるほど。ちょっとわかんない。匂ったらわかるって、そんなずっと置いてたからって臭いとかそんなんないんですよ。え？あ、なんかこっちの方が新品の匂いするかも。でも。
と覚えとこ。じゃあまた名前つけときます。あとあともう一つあるんですよ嗅がないでってすいません。え、これがあの特大特大の特大なんて言うんですかなんかほんまにこれすごいやつ見てください。いきますよ、せーの、じゃん。あ見てください、これすごくないですか。コップえ、なんかなんでこれをさいただいたのかわかんないんですよね。なんか私は一体何を成し遂げたんだろう。私が成し遂げたのか、なんか皆さんのおかげなんですけどえ、あのチキンとコーヒーは一体どこに行ったのかっていうお話をしたいで、ハロウィンのやつですかね。あのチキンとコーヒーの代わりにあのこれになったのかっていう、これかな。なんかマネージャーさんからいただいたんで、なんかしかもなんか普通に入って渡されたから何なんだろうって思いながらあ、チキン送ったら太るからね。なるほど、ありがとうございます、そんな配慮してくださって、ショールームさんその代わりにあの水分補給をいっぱいしなさいということで、わかりました。でもめっちゃ可愛くないですかこれ、やばい。嬉しい、くまちゃんね。あ、東京のメルミミの当たりました、やった、嬉しい、頑張りますね、頑張って練習します。ね、クマのグッズ可愛いですよね、本当にクマ。あ、当たりました夜の部。嬉しい、メルミミ頑張ります。え、今日のメイク好き。なんか自分でもあんまり違いわかんないんですけどないですよ。え、このクマちゃんどんどん増えていくんかなと思ったら楽しいです嬉しい、この子たちと過ごします。え、マネージャーさんに連絡するんですかこれで。このクマちゃんとマグカップと、スケッチブックは何のやつでしょうか ふーたんどこ間違い探しみたいなどれがふーたんでしょうか ふーたんのサイン、なんかふーたんのサインな、もっとなこだわればよかったなって最近思った。なんかもっとおしゃれなやつにしたらよかった次はクマのぬいぐるみに生まれ変われるように祈り倒します祈り倒します祈り倒してください。じゃあほんまに可愛いな。
あ、一番可愛いのがふーたん。やっぱり。二重まぶたがふーたん。確かに。くまちゃんたち。でも可愛いよあんたたち。な、こんばんは。お疲れ様です。ねちゃんぬいぐるみ似合う可愛い担当。長いですね。めっちゃぬいぐるみ似合う可愛い担当。ベル耳の。ふーたんがいっちゃん可愛い。ありがとうございます。そんなに。褒めてくださって。でね、今日もね、またね、歌おうと思って、前あれ暗闇をあのカラオケで歌ったじゃないですか。やから、いや、ちゃアカペラで歌ったじゃないですか。だから今度はカラオケで歌おうかなって思って。どうですか。歌姫登場。逆上がり見せるなんか言ってないし、どこに棒あるんかな。ちょっとあのなんかちょっとなんか喉が、あの喉の調子がよろしくないんで、あの結構ちょっと下げさせていただきます。ちょっと裏返ったらすいません。こんばんは。聞きたい？よかった。暗闇ね。さっきのど飴みたいなやつ飲んでない。舐めました。あ、よかった、あった。ちょっと